アホンサグラーダは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカダ・ホンサグラーダに属し、どうコマルカの中心自治体である。ガリシア統計局によれば2012年の人口は4198人。住民故障は、フォンセグレイリの、A もしくはブラナーゴ、A。カスティーリャ語表記は低冠止のないフォンセグレだ。 カリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.22%。アホンサグラーダは、ルーゴ県の東部に位置し、コマルカダホンサグラーダに属する。北東と、東は、アストゥリアス州と接し、北はアポンテノーバと、南はバレイラとナビアで、スアルナと、東は、ネゲーラでムニスと、西は、リベイラでピキンと接している。 アホンサグラーダはアホンサグラーダ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は29の教区の278の地区に居住する。アホンサグラーダは1835年までは、ネゲーラ・デム・ニスと共に自治体ブロンを構成していた。その中心地区はと、プロバデ・ブロン教区にあり、1200年前後に創設された。 19世紀にはフォンサグラーダは、スペイン独立戦争と、1833年と1847年のカルリスタ戦争に巻き込まれた。2007年の自治体選挙の結果、自治体市長は、ガリシア社会党のアルフェリオ・フェルナンデス・ケーポ、自治体評議員は、ガリシア社会党、6、ガリシア国民党、4、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。 アホンサグラーダは29の教区に分けられる。ありがとうございます。